マリス・サー・メイヤーはアメリカの IT 業界の実業家、ルミ・ラブス共同創業者、ヤフーの元 CEO、グーグルの元副社長、グーグルの顔の一人でインタビューやイベント出演が多かった。メイヤーは1975年にウィスコンシン州、ウォーソーでドイツ系の血を引くフィンランド系アメリカ人の家庭に生まれた。母は美術の教師、父は 水道会社で働いていた。1993年に高校を卒業後、ウエストバージニアで行われたナショナルユースサイエンスキャンプに参加。スタンフォード大学からシンボリックシステムの学士号と計算機科学の修士号を受け、人工知能を専門分野としていた。スイスチューリッヒの UBS 研究所やカリフォルニア州、メンローパークの SRI インターナショナルを経て、 1999年に従業員数20人程度の規模だった Google に数少ない女性エンジニアとして入社した人工知能とユーザーインターフェース設計の専門家でありこれまで Google ウェブ検索 Google ニュース g m a i l o カッ t g o o g l e マップ Google アース、g o o g l e ヘルス、l t h g l e などの構築に携わった2008年フォーチュン氏が毎年選定する 50 most powerful women で第50位に選ばれた。これまでに最も若い女性としてランクインしたことになる。2009年、検索事業に関する仕事の功績により、イリノイ工科大学から名誉博士号を授与された。2012年7月17日、ヤフー CEO に就任。同年9月30日に男児を出産2013年2月。 ヤフーの就業制度について、従業員の在宅勤務をオフィス勤務に転換する方針を示した。このことについて、在宅勤務をしていた従業員などからの批判が起こった。2013年4月、ヤフーでの育児休暇制度を変更し、育児休暇期間の延長と、育児休暇に伴う賞与を与えることにした。この制度変更について CNN は、 フェイスブックやグーグルなどのようなシリコンバレーにある企業の制度に合わせたものだと伝えた。2015年12月10日、双子の女児を出産。2017年1月9日、ヤフーの中核事業をベライゾンに売却する契約が正式に結ばれた後に、ヤフー役員を退任すると発表された。2017年3月、ヤフーの中核事業売却後。 CEO を支持属際に2300万ドルの退職金を受け取ることが明らかになった。ボーナスについては辞退した。2017年4月、ベライゾンコミュニケーションズへの中核事業売却で約1億8600万ドルを手にすることが、米商検討局への届け出で明らかになった。ありがとうございます。